皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。一つ前の動画で商品それ自体、すなわちパーカーを出すのか T シャツを出すのかバッグを出すのか雑貨を出すのかという商品の一般名称ばかり着目するよりも、むしろ一つ見つけた商品のどんな特徴に着目するかを明確化する方が、商品リサーチをする際だけではなく、当然実際に販売した後販売促進をする際にも大切であるという話をさせていただきました。詳しくは本動画概要欄の関連動画ご確認いただければと思います。今回はその動画の補足として、武器になる特徴を一つ見つけたらいくらでも応用が効けますよという話をさせていただきます。本動画最後までご覧いただくと、売れた商品の関連商品を展開するときに、いかんせん商品の一般名称、例えばパーカーフーディーであればフーディーばっかり出しがちになってしまうのですが、一般名称ではなく武器になる特徴に基づいて別のカテゴリー、別の一般名称の商品もより容易に確実に展開することができるようになります。今回の動画参考になった方、高評価チャンネル登録いただければ幸甚です。少しおさらいさせていただくと、商品を探すというのは釣り竿セットをどれにするか決めるようなものです。例えばフーディーパーカーという釣り竿セットには一応針が1個ついていますが、ここにはほとんど餌がついていないようなものなんですね。よって、ただパーカーを売り回すだけではよく売れませんから、ただのパーカーではなくって、ウォーターリペレント、撥水性があって、ポルカドッツ、水玉模様で、パッカブル、小さくコンパクトに梱包できて、ライトウェイト、軽量のフーディーを売るみたいな形で、少なくとも4つ程度の特徴に着目して商品を販売していく。そうすれば、ただのフーディーをなんとなく眺めている方ではなくって、フーディーで撥水性能があって軽量のものを探しているといった具体的なイメージがすでに湧いている、すなわち購買欲がピンポイントで高い、お客様の目に触れやすい、検索結果上で上位表示されやすくなりますので、なんとなく糸を垂らしてぼーっと釣りをしているような状態から脱却することができます。さて、ここからが補足です。何か商品を見つけて、4つの特徴を明確化し商品を販売しました。この商品がよく売れた場合、当然売れた商品と同じものは追加買い付けしますし、売れた商品でまだ出していない別のバリエーション、例えば別のカラーや別のサイズの商品も販売すると思いますし、類似品のフーディーを出すことは誰でも思いつくと思いますが、ここで少し視点を変えてみて、この特徴を持ったフーディーが売れたというよりは、この特徴を持った商品なのであれば比較的差別化して売りやすいという考え方に至った方は、それこそフーディーではなくてバックパックに関しても、パッカブル、小さく梱包できてライトウェイト軽量でウォーターリペレント撥水性があるものを出してみるだとか、撥水性があって水玉模様のバックパックを出してみるだとか、別のカテゴリーも踏まえて、むしろ特徴ベースで商品を展開していくことができるんですね。釣りに例えると、こういった複数の針と餌のセットをどの釣り竿につけるか含めて変更可能だということです。この点を腹に落とすと、一つの商品に変に高低しすぎず、ネット物販の商品リサーチの世界をある種縦横無尽に柔軟に臨機応変に駆け巡ることができるようになるかと存じます。というわけで、今回は商品を展開する際に一般名称ではなく商品の特徴をそのまま活かして別のカテゴリーの商品などを調べてみることもまた有益ですという話をさせていただきました。最後までご清聴くださりありがとうございます。